事という話をしてみたいなと思います。まあこれ糖ということなので、を上手にかけて&ではありませんではない。とりあえず小鹿かおわの方かな、おわ小鹿 かもしくは、まあ、宝石の気質が入っているかエリートの気質が入っているかみたいな。なのでこれがどれかが入っていればというふうなイメージになります。ね、小鹿か、というなら11番正直な小鹿か。正直な小鹿か面白いですね。正直な小鹿か、ってこんなねイメージイラスト見るとこう壺を割ったような感じで、はあって壺割っちゃいましたって、はあって正直に喋ってる小鹿かというイメージなんでしょうけども、私から見るならば正直にただ事実を喋ってるだけの小鹿か。壺割れました、割りましたいいんですよ別にだから正直な、正直にただねこう事実を喋ってる小鹿かなんていうふうに私は思ってますけどね。はいはい、別にこれはあのいろんな理由があってそういう表現をちょっとしてみたという、ね、だけの話なので、さまざま見方捉え方はありますが、もちろん正直な、ね、小鹿さんは包み隠さないというかね、隠せないというか、でもどうしてもこう出ちゃうみたいな、ね、ところもありますので、それがまた正直な、正直さというようなところにもつながりますが、ね、11番正直な小鹿、そしてって順番でいくとってね、ちょっと頭の中にイメージして全部キャラクター喋るときだけ11番17番の強い意志を持った小鹿ね、強い意志を持った小鹿さんはこんな感じでやってます。はい、目つぶってこんな感じですね。はい、強い意志を持った、面白いですよね、強い意志を持てってことです。はいこの解説してったら全然話進まなくなっちゃうんですね。32番、しっかり者の小鹿、面白いですね。小鹿さん赤ちゃんに例えられるのにお金を数えてる、そうお金大好き小鹿さんということですね。はい、そして38番の華やかな小鹿さん、この華やかな小鹿というのはどこから来るんだ、実はただの小鹿さんよりもちょっとやっぱりこう、ね、メンタルの部分というか精神的にちょっとこう大人見て、そしてもちろんねもうあれですよ、38番の華やかな小鹿さんっていうことはもう小鹿&宝石ですからね、小鹿&宝石って感じになってくるので、今日お話ししていく、ね、内容というのがものすごくそのやっぱりポイントになってくるんだと思います。はい、ここまでしたので、はい、結論を変えてしまったらまたここでね再生、確かにみたいな、そんなことないみたいな、はいってこう再生終わってしまう人もいるかもしれませんが、でもやっぱり結論から言いますね、もう個性心理学、そしてね私がもともと所属していたところにね一緒に学んだ方、そこですでに学んでる方はね、もうあの内容ね、はい、ここは両親ですね、両親、いや誰も全ての人ですよ、全ての人、両親大切です、両親大切、みんな親は大事です、大事ね、親もご先祖様もそうです、全てがあって今の私がいて、私たちがいて、なのでね両親、親を粗末にする人はやっぱりね仕事だとか何かとかうまくはいかない。はい、で中で特に小鹿と宝石さんはこの両親の影響、両親がとても大事ですよと。でさっき言った、さっき言ったね、この前の動画でペガサスのキャラクターのことを話をしました。そこで安心安全というふうにお話をしました。でやっぱ小鹿さんは赤ちゃんに例えられるならば両親に守られる存在、守ってほしい、ね、だから親の存在めちゃめちゃ大切です。だから、ね、小鹿さんから見たら両親が怖かったらちょっときついよね、きつい、でもきついんだけど嫌いって思ったりしてもやっぱり両親大切です。ここ難しいですね、どんな両親か、どんな両親の元で育つかっていうねところがすごくこの小鹿さんにとっては後々いろんな影響が出てくるかもしれないなというふうに思います。なので逆に言えば、ね、お子さんお孫さんに小鹿さんのキャラクターのお持ちの、ね、方がいらっしゃればですよ、やっぱりとても優しく寄り添ってあげる、そういった距離感というかね、小鹿さんは寂しがりかまってちゃんな部分があります。ただねえねえねえ一緒にやろう一緒にやろうとかね、見てとかってどんどんね、このね足とかこういうところにまとわりついてるくるかもしれないけどですよ、ね、そんな自分のまとわり作るのをねほっといてとか、まあ、まとわりつかないで絶対しゃべっちゃダメですからね絶対しゃべっちゃダメです。あそっか、だからまとわりついてくるんだ、あそういう個性の持ち主なんだなんてね思ってほしいわけです。そしてまたね宝石、そう
で、小鹿と宝石はやっぱりね、いいね、純粋クリアとかしいな純粋な、その純粋純粋、やべく久々、あ、これ感じかね、純粋純粋無垢な存在ということであれば、透明感なんです、透明クリア、はい、その透明クリアな心持ちを曇らせるのは良心の返答ということです。でもね、何だから良心が大事なんだけど、良心の OK っていう許可が大事なんですね。許可。だ良心がダメって言われてるとか、良心がダメって言われたままっていうのはめちゃめちゃすっごく、せっかく純粋よくな透明感が命のキャラクター個性にを曇らせるのは誰、良心の NG は NG です。ダメ、それやっちゃダメ、あれやっちゃダメみたいなね、はい、というふうな。なんでこれね、良心も悪みないんですよね。だって知らないですもん、そういう個性を知らないから。そして自分も私たちの親も、そしておじいちゃんもおばあちゃんもみんなやっぱり良心厳しく、ほとんどの親ね、だからですよ、ほとんどの人たちはみんなダメダメダメ厳しく教えられてきた。ダメって言ったらもう楽ですからね、親としては。自分の都合って、ダメっていうのは簡単ですよ。だって自分にとって都合が悪くなる、あとと面倒くさくなる、だからやらないでほしいわけです。でも小鹿のキャラクターを持っているお子さん、宝石のね、個性を持っているレールエリートのお子さんにはダメは NG、 禁句です。いや、全てのキャラクター、全ての個性の人にやっぱりダメは私はあんまり使ってほしくないなと思います。でも特にその両親のダメな個性をこう、ね、こう個性とか人を萎縮させてしまうかもしれない。そうですね、両親の OK、 両親の許可、これがすごく大事になってきます。許可、うちの息子で宝石っていう、ただ普通のレポートみたいですよ、個性心理学のレポートを見たときに宝石は出てきません。リズム、鉱脈、そしてレール、ロマンとかね、そこだけ見たりとかで、27番の波乱に満ちたペガサス、今回ね、WBC で、ね、最後最後活躍ずっとずっとね、くすぶるというか、それがパーンって弾けて、ね、決勝だ、そして決勝でもホームラン打った村上様、はい、村上選手も27番の波乱に満ちたペガサスなんですけど、うちの息子もそういった、ね、本質のキャラクターは同じ。でも普通にパッと見た時には宝石は出てこない。でもめちゃめちゃ細かく細かく個性を見とくと、あ、うちの息子にもこれ入ってるな、だからいつもこれやっていい、あれやっていいって聞いてくる。でもそれ聞いてくるのは判断を求めてるわけではないよ。これ何度も何度も動画で、ね、この宝石エリートを持ってる人って聞いてくるよ、確認してくるよと話をしました。はい、そう、これだけ欲しいです。許可だけ欲しい、ね、純粋無垢な透明感、命、そんな個性、ちょっと臆病だったりする、だからまた聞いてくる、だから許可音が欲しい、ね、お利口で大丈夫、いいよ、あ、大丈夫と、大丈夫大丈夫大丈夫だよといつも声かけてあげてほしいしね、そういった安心感というのを親が与えてあげながら、ね、まあ、ダメとは言わない、両親、親、その許可 OK。 だからけれど小鹿さんのキャラクターを持っていたりとかね、宝石にエリートの個性を持ってたら、やっぱり大事なこと、とてもね、自分の中で大切な、これやりたい、あれやりたいっていうことで、すごく自分にとって人生を左右するような、そういうことは時間かけてでもいいので、時間かけていいので説得する、納得してもらうというふうなことを、ね、その納得させるというかね、うん、納得してもらう相手に、ね、やっぱりそれで許可をもらう、 OK、 いいよって、多分それからの方が圧倒的にこう自信持ってというかね、もやもやとね、もやもやもんもんと、ね、そういう気持ちがないまま本当にクリアな状態で、ね、前に進んでいけるんじゃないかなというふうに思います。なのでご自身が小鹿だったり宝石エリートを持っていったりとかいうことであれば、なんかこうね、もやもや、そのもやもやは許可もらってないとか、両親からの許可、まあ、特にレールエリートの人は仕事の時、ね、仕事の時ほどもしかするとその両親もそうだし、あれね、会社だと職場の上司の、ね、許可がすごく重要になってくるかもしれないし、
ね、リズム宝石だとも全てです、ね、両親向かいも全てにどうやってこの許可っていうのはより欲しくなれたかもしれないし、ね、小鹿さんはやっぱり両親、ね、小鹿さんも本当に両親の OK、 そして、ね、両親の関係性というのがすごく大事になってきますよと思って、はい、ね、今子育て中の、ね、お父さんお母さんだったり、まあ、ご自身が小鹿だったり、ね、宝石エリートの気質を持ってるならば、あ、そっかそっか、やっぱり私にとってこういうふうなのが、だから逆に言えば過去振り返ると、あ、そこに認めてもらえなかったというか、そこから OK 許可もらえなかった、それがずっと未だに、ね、尾を引いているという可能性もあるかもしれないし、でもそういったことを紐解いていることによって、そっか、両親はこういうことを知らなかった、そして両親もそれでおじいちゃんおばあちゃんにされてきた教育をまた同じように、ね、個性が違う価値観が違うなんてことほとんどの人は知りません。だからこそされたしつけをそのまましつけね、あなたに施してきたかもしれない。誰も実は場合に合ってやってるわけではない、みんな良かれと思ってやってる、ただ知らないからその方法しかできなかったと、ね、いうふうな感じなんだろうなと思います。はい、というわけで今日は小鹿と宝石エリートの人たちのね、両親ね、両親の許可ね、それがまあ仕事だと、ね、上司の許可がとても大事になってくるかもしれないよというふうなお話をさせていただきます。